今日は島村のポリフィンご紹介していきます。島村激アツ、こんな可愛いアイテムがこの価格でみたいなんかね、もう本当にたくさんある。じゃあまず1点目、私が今着てるこちらのシャツでございます。お洋服の名前がね、島村さん独特なんでテロップ出しときますね。シアー ST ビッグシャツ長。この ST っていうのはね、ストライプやと思うよ。ちょっと淡いストライプが入ってるので、この ST 多分ストライプやね。でビッグシャツの長袖やと見てる。シャツ長さんやねんけど、多分シャツ長袖やと思うね。で、こちらサイズは L サイズにしました。島村さん、品番が書いてると思うんですけど、店舗どこ探してもわからんってなったら、品番で多分探してくれると思うね。なんでよかったら品番も活用してみてください。はい、ということで、こちらのシャツですよ。シアーシャツ大好きマンなんよね。二の腕もね、お尻もでかすぎて隠したいんですよね。なんで、春夏はもうめちゃくちゃシアーシャツに頼ってます、毎年。だからもうシアーシャツにバリエーションが欲しすぎて、いろんな色買っちゃってんねんけど、このグリーンのストライプのデザインが可愛すぎた。袖の部分なんかちょっとおしゃれじゃない？これここにね、一つボタンがついてます。私身長162なんですけど、お尻がねすっぽり隠れる長さまでありました。これ L サイズでこの長さで、 M サイズだったらもうちょっと丈短めかな。やけど全体的にやっぱりビッグシルエットですね。まあ、ゴリゴリ透け感のあるそんなシアーシャツでございます。私が行った店舗ではブルーは見て、他に何色があるかわからへんねんけど、よかったら見てみて。他のカラーもあるかも。2点目、こちらのスカートでーす。私はね、マーメイドスカートとかこういうタイトスカートがお尻の大きさ、足の太さ隠してくれるので好きなんですよ。こちらは TTTS リブナロースカート。サイズは M サイズにしました。カラーブラック。 M サイズでウエストは64から70って書いてます。これでもね、安心してください皆さん、ゴム、全部ゴム、キュッてなってるゴムやから、ウエスト周りがかさばらないです。インした時もね、ごわつかなくってとてもいい。島村ってトレンドのアイテムとかあんま置いてなくないみたいな、私はねちょっとそんなイメージを持ってたんですけど、ここ数年で島村なんかめっちゃ進化したない？これほんまにこのお値段で手に入れれるんですかみたいなアイテムがほんまに最近多くって、これもね多分インフルエンサーさんと作ってる系のやつだと思うねんな。みんなで作る島村プロジェクトって書いてるんやけど、それのスカートですね。だからなんかもうおしゃれよな、ほんまに最近の島村さ。これもマジでいい。ウエストがねほんまに程よい感じやから、こう着た時の着膨れ感も全然ないと思うねんな。どうでしょうか。はい、前回ねグレイルの購入品の動画でお話ししてたんやけど、まあ、なんか私お尻目立つなとは思ってたんですけど、ヒップが90センチだったっていうことで、まあ、できるだけお尻は隠したい。でもお尻の大きさがねほんま分かりにくいと思うよこれ。どうでしょうか。やっぱこういうスカートはねスタイルがよく見えるのでとてもいいですね。島村コーデ組んでみました。インナーはこれ GU なんですけど、スクエアタンクトップみたいなやつね。よっ、ちょっとびっくりしてるよね。これも GU のバッグなんですけど、コーデ組んでみました。もうめちゃめちゃいいこのスカートも。あ、このスカートちなみに後ろにねスリットが入ってます。そしてすごいストレッチ性のある生地です。公園デートとかどうですかね。公園デートめっちゃ着るわ。良すぎるわ。ちょっとキャップかぶる、かぶり心地のいい色も可愛いドンピシャなキャップを見つけて3色買いしました。買いすぎ、ちょっとね可愛すぎました。まあ、これどっちの色合わせても正直可愛いと思うねんけど、こちらのキャップは滝のロゴツイルキャップのカラーは中桃ピンクやな。こんな感じです。ワンポイント刺繍のデザインが入っててむっつ可愛くって、深く帽子をかぶると前髪がね崩れると思うんですけど、これ浅くかぶれるからかぶった時の感じがめっちゃいいなと思って、こっちのブルーのカラーもかぶっとく。色が淡いからさ、なんかどのお洋服にでも合わせれるくない。ちなみにこちらのキャップ、この後ろにベルトがありまして、ここでキャップの緩さとかも調節できるようになってます。いやマジでよかった、買ってこれはほんまにかぶりやすい。じゃあお次、もうあかんわ、なんかさ髪の毛の巻きがすんごい取れやすい。ごめんちょっと余談やねんけどさ、私巻き髪まだまだ練習中で慣れてないから、もう日によって変わってくんのよね。今日うまくいったっていう人さ、なんか全然うまくいかん日ってあるから。ちなみに今日左側はうまくいってんけど、右側はもう壊滅的、右側だけで30分ぐらいかかった。まあそんな話はええねん。次こちらです。ダダダダダダン、ミリタリーベストサイズ M サイズ、まあアイボリーですね。お値段は2000円いってませんと。これもですね、みんなで作る島村プロジェクトってやつやねんけど、この辺のシリーズほんまにおしゃれなんよね。ちょっといろいろ服変えてコーディネート組みます。はい、着てみ
みるとこんな感じです。 M サイズでこの丈感です。お尻がねすっぽり隠れる長さまであります。で生地は結構薄手で、どうやろ透け感ちょっとあるかな、ちょっと分かりにくいか。ナイロン 100% ですごい軽い生地で薄手なので夏も着れると思う。マジで可愛い。上半身ベージュ系でブラックのスカート合わせてみました。帽子かぶるかベージュのどうでしょうか。いやマジで可愛い。後ろはこんな感じ。前はね胸元にもポッケがついてて、ここにもポケットついてます。2箇所ポッケ付き、パチンと留めるタイプのボタンですね。そしてこの裾紐が出てるんやけど、ちょっと絞ったりもできる、そんなベストです。じゃあこのロンティーはですねこんな感じです。ここにねロゴが入ってるんよ。これなんて書いてるか全然わからへんねんけど、こちらは天軸スリット袖っていうんかな。この形がここに切り込みが入ってんねんけど、天軸スリット袖ポン M サイズキティクラッピーってとこのやつなんかな。ハッシュタグティティクラッピーです。テストに出ます。インしやすい丈感、そして生地の厚み、この形いいな。今ね下にこの GU のシャツ着てんねんけど、まあ、ちょっと透けるかな。やっぱりこのカラーはどうしてもね透け感は出てくると思うんですよ。はい、そんな感じでした。じゃあお次、パッドナロースカート88。この88っていう数字が何かわかんないんですけど88です。サイズはね L サイズなんですよ。これも M サイズが売り切れで、 L サイズでももういくらと思って、ウエストが69から77って書いてます。ちなみにこちらのスカートはですね裏地がついてません。ちょっと透け感あるかなって感じ。さっきのスカートね言ってなかったんやけど、こっちはゴリゴリ裏地がついてて全く透けてへんと思うねんな。やねんけどこちらのスカートは透け感があるかもしれないので、ペチコートとかペチパンツ履いてから履きましょう。 L サイズでこんな感じでした。丈の長さはマジでちょうどいいよ。私これこの長さでございます。こういうスカートはでもほんまご飯食べるとき気をつけなあかんねん。すぐお腹出るからな。後ろにスリットが入ってて結構ねストレッチ性のあるスカートでございます。これにまたベストとか合わせちゃう、あマジで良いかもしれん。こんな感じです。どうですか、ちょ全身入れんのすごい難しいねんけど、こんな感じです。いやかわいい。ほんまに柔らかくって履き心地いいし、さっきのスカートもそうやねんけど、マジでどれも買ってよかった、大優勝してんねん。お次はこちらのパンツでーす。ウエストごめん。そしてかわいいカラー、何柄って言ったらいいんかわからへんけど、シャ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 ーってデザインが入ってますね。 2PK2PK2PK って何 2PK 変形プリーツ PT。 PT はパンツやと思うねんけど、2PK 考えさせて。 2PK と呼ぶもの、この世の中で 2PK と呼ぶもの、まあ、サイズは M サイズです。で、カラーは淡い水色ですね。これはね、ちょっとフレアになってるんですけど、裾に向かってちょっと広がってて、このデザインがすんごく可愛かったから、ワンピースとかと合わせて、下からね、このフリルのデザインを出したいなと思います。できました、コーデ。こういうパンツチラ見せしてんのめっちゃ可愛いよね。ただ、ちょっとキャミアンピとね、同系色やから、はい、というわけでね、こんな感じで、ちょっとチラ見せして履こうかなと思って、買いました。可愛すぎるこのパンツも。ゴリゴリなんか公園でキャッチボールできそうな、そんなコーデではないでしょうか。私公園行きたがりなんかな、すぐ公園でなんか遊ぼうとするような。パンツとキャップの色がちょうど同じ感じだったので、同じカラーを取り入れつつシアーシャツでグリーン、そしてバッグも若干グリーンとブルー入ってるから、いい感じにまとまってる雰囲気だったよと思うんだけど、どうですかね。やっぱキャップかぶってるとだいぶカジュアルな感じになるんじゃないでしょうか。これなしでも通学コーデとかに良さそうじゃないですか。はい、そんな感じでした。こちらロゴ刺繍入り T シャツ、サイズは L サイズ、刺繍が入ったロゴ入りの T シャツでございます。もう刺繍が入ってんの大好きやから。足、そしてこのピンクがとても可愛らしい。はい、着てみました。めっちゃ可愛い。サイズ L サイズで、丈とかもねちょうどいいぐらい、この長さも腰丈ぐらいです。袖もこんな感じで、私のムチムチの二の腕を隠してくれてます。厚みがあるしっかりした T シャツ、こんな感じでどうでしょう。 GU に銀河マチェックのトートバッグ売ってるやんか。私まだ手に入れてないんですけど、ちょっとぽいよな。私これローリーズファームで買ってんけど、まあでも買いに行こうかなとは思っています。まあ、それとかと合わせても可愛いよねって話でした。いやマジでこの T シャツ可愛いし着やすいわ。いかがでしょうか。ちなみに羽織ってみたらどない、これに合わせてみても変じゃなくない、どうだろうか。いやマジでいいぞこのベストも、めちゃめちゃ着回せる。キャップもマジで可愛い。ピンクかぶってみよう。ピンクでも可愛いかもしれへん。は
い、こんな感じでございます。というわけで島村で買ってきたアイテムは以上でございます。最近買った GU のアイテムとかと合わせてちょこっとここで組んでみようかなと思います。いってらっしゃい。こちら島村のスカートに GU のジレを合わせてみました。これは前回 GU の購入品でご紹介するアイテムです。このシアのインナーはレトロガールです。バッグはユニクロ、こんな感じでございます。あー可愛いわ。スカートマジで履きやすい。マジで買ってよかったこのスカート、ゴリおすすめです。じゃあお次のコーデはこちら。またまた同じく島村のスカートとこのキャミとアウターのセットとバッグは GU でございます。これ前回の購入品でご紹介してるやつなので詳しく知りたいって方は前の動画もぜひ見てみてください。まあマジで黒合わせやすいよな。何にでも合うわ。あもう何にでも合うの分かってるから、ちょっと次行こうか。合うかな。グリーンのスカート、グリーンのスカートは合わん気がする。なんか違和感やね。先ほど見たコーデですね、こちら。それにこのグリーンのスカートもめちゃめちゃ合う。で丸メガネはこれ確かスリーコインズとかで買ったやつです。これでなんか街歩こうかな、カフェラテとかかかっただけに片手にお友達とカフェ行くコーデ。ちょっと奇抜すぎるかな。ユニクロで買ったアームウォーマーなんですけど、アームウォーマー、アームカバー、キャップこれ薄いブルーやからピンクの方がいいか、なんならキャップかぶらん方がいいか。バッグは両方ともシーンなんですけど、色を取り入れすぎな気がする。なんかキャップなしの方がいい気もすぎた。キャップなしでこのタマリンヘアにしてます。こっちのがいい気もするな。マーメイドスカートやからもうちょっとカジュアル味があるスカートの方がいいかもしれん。これやったらちょっと黒色も合わせてみたいな、このコーデに。はい、スカート黒にしました。こんな感じ。黒でも変じゃないか。2は3コインズで買ってるアームカバーもあって、こっちの方が色は優しいよな。だからビビッドなカラーが得意でないんだよなって方は3コインズのやつおすすめかも。こんな感じです。つけてみるとやっぱこのブルーとピンクの組み合わせて可愛いよね。じゃあお次、島村のロンティーと GU のスカート合わせてバッグシーンです。 GU の G でも合わせちゃって単色コーデです。もうオールアイボリーみたいな感じでもね、まあ、いけるんじゃないでしょうか。こういう雰囲気が好きな方よかったら見てみてください。はい、というわけで今回の購入品以上でございました。気になるアイテムありましたか？どうでしたか？いやもう島村のねクオリティが毎回毎回上がってる気がしてて、島パトやめられない、止まらないですね。また行ってきます。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。